1984年にシングル「春」は SARA アイドル歌手としてデビューをした永山瑤子さん、その後カバー曲「ヴィーナス」で大ヒットしたことでアイドルから演歌歌手へ転身されています。今回はそんな永山瑤子さんの現在を見ていきます。一時期見ないという声も出た永山瑤子さんですが、病気を患っていたようです。実は2019年8月末に自身のブログで乳がんの手術を終えたことを報告されました。私、永山瑤子は乳がんと診断され、手術を受けて無事に終了いたしました。初期段階ではありましたが、早急な対処が望ましいという医師からの説明を受けて手術に踏み切り、現在術後の経過を見ているところです。ブログには続けて謝罪とこれからの意気込みも書かれていました。永山瑤子はがんは完治したの。2020年10月、久しぶりに公の場に登場した永山瑤子さんは自身の体調について答えていました。もう元気です。ちょうど1年が経っての検診もオールオーケーでした。コロナの自粛期間も毎日家でも体を動かすように意識していましたと元気な様子を見せた。コロナの影響で延期していたコンサートツアーも11月から再開を予定しており、来てくださることも勇気がいること、なんとか私たちも喜んでもらえるようにしたい、津軽三味線の声の迫力を味わってほしいですと話した。がんの手術の報告があってからは再発もないようです。朝日新聞社と宝島社の月刊誌グローによるアギンググレスフリ以下 AG プロジェクトは、40代50代の AG 世代の女性たちを応援することを目指し、一般の方向けのセミナーや企業向けの勉強会、コンテンツ発信など様々な活動を行っています。2023年3月5日は歌手の永山瑤子さんらをゲストに迎え、アギンググレスフリフォーラム2023女性の自分らしい生き方とはを開催しました。東京築地の浜離宮朝日ホールショーホールには約150人が訪れ、 Zoom ウェビナーと YouTube のライブ配信は契約600人が視聴しました。セッションには永山瑤子さんと語る AG 世代の自分らしい生き方と題して、永山さんご自身が乳がんで闘病した体験や自分らしい生き方について聞きました。司会は朝日新聞社アギンググレスフリプロジェクトの坂本誠氏が務めました。今回の出演を前に永山さんにインタビューしました。 AG フォーラムではこの記事にないお話を聞きました。永山さんは現在55歳の AG 世代です。永山さんにとって40代はどんな時間だったのでしょうか。私の人生でもいろんなことがあった10年間ですね。結婚も出産も子育てもあり、高齢の初産で大変な思いをしました。若い頃からずっと歌謡界で過ごしてきて、一人の女性としてどう生きるかは常に悩んでいましたね。ライフステージが大きく変わった40代を経て、2019年51歳の時に乳がんが見つかりました。私は年に一度必ず人間ドックを受けていますし、2019年の人間ドックでお医者さんがちょっと気になるということでもう一度検査したんですが、小さすぎてわからなかったんですね。私がいつも行っている婦人科の先生に検査してもらってもわからなくて、さらに紹介してもらった病院に行って検査してもわからず、人間ドックの先生のところに戻ってどうしたらわかりますかと聞いたら、細胞組織を取るとほぼ 100% がんかどうかがわかるというので、シャープペンの芯ぐらいの細いものを胸の脇から刺して細胞を取りました。専門の先生が顕微鏡で見てがんとわかったんです。乳がんとわかった永山さんはすぐに手術を受けることを決めました。私はがんと分かった段階で先生からいろいろな話をしつこいぐらいに伺って、自分でもいろいろ調べて温存という方法についても考えました。でも温存したために転移してしまったという話も多いと聞きましたし、私は絶対に体から悪いものを全部取ってほしいと思ったので潔く全摘を選びました。8月1日にがんと分かり、30日に手術で乳房を全摘出するという
超スピード治療を受けた永山さん、術後は約1週間で退院し、抗がん剤治療を4クール受けました。大きな病気をした時、お医者さんはいろいろ提案してくれるけど決めてはくれないじゃないですか。人が生きていく上で、人生において何度か自分で決断しなきゃいけない時があると思うんですけど、私は50代で一番大きな決断が手術、そしてどういう方法で治療をしていくかということでした。決断するのにとても勇気がいりましたね。乳がんにもいろいろなタイプがあって、私の場合はしこりが何センチというものではなく、小さい粒みたいながんが広い範囲に散らばっていたので、小さいがんが残ると嫌だったので乳房全摘を選びました。術後は3週間に1度の抗がん剤治療を4クールやって、その後は私の乳がんに合う治療を1年、飲み薬で一番弱い薬というホルモン剤を先生が出してくれたんですけど、私は副作用で関節が痛くなりました。私に合わないから変えてくださいと先生に言ったら、変えたらもっと強くなるよと言われて、でも結局何ヶ月か飲み続けたら関節の痛みも気にならなくなりました。このホルモン治療は5年と言われました。退院後は5箇所ぐらいのコンサートをキャンセルしただけで仕事に復帰、抗がん剤治療を受けながらステージに立っていたそうです。9月7日ぐらいに退院して、10月1日からステージに立っていました。今考えると大したものだと思いますね。とにかく気分が悪いので、本当はずっと寝ていて、仕事も落ち着いてから復帰した方がいいと言われたんですけど、私は出産した時も1ヶ月で復帰したんです。家で休んだり寝ていたりすると余計具合が悪くなって、余計なことを考えちゃうので、無理のない範囲で復帰してステージで歌わせてもらった方が私の体には合っていると思ってすぐ復帰しました。最近は半年に1回検査を受けているという永山さん、乳がんと診断される前と後では時間の使い方や生活に変化はあったのでしょうか。無理をしないで自分のやりたいことをやり、楽しい毎日を送るようにさらに心がけていますね。自然にそういう風になってきている気がします。精神的には治療中はものすごく辛かったですし、最初に告知された時は私死ぬんだなと思いました。でも初期のがんで治療をしっかりすればという話だったので切り替えられました。うちは名類家族なので、それが一番救いになりましたね。現場のスタッフさんにも迷惑をかけましたけど、本当に支えになってくれたと思います。永山陽子さんは2009年4月6日に結婚、結婚した夫はマーク・スミスさん、夫の職業は人材派遣会社を経営者、年商は20億円と言われています。夫のマーク・スミスさんはもともとは1994年にニューヨークを拠点とする IT 企業の社員として来日しましたが、独立し2004年に会社を設立しました。結婚した時永山陽子さんは41歳。永山陽子さんとマーク・スミスさんの出会いは2003年から2008年まで TBS 系で放送されていたクイズ番組世界バリバリバリュー、2006年に番組のリポーターとして永山陽子さんは出演。夫のマーク・スミスさんは演歌好きで永山陽子さんをリポーターに指名したんだとか。夫のマーク・スミスさんは番組放送後に永山陽子さんにラブレターを送り、永山陽子さんはその情熱に打たれて交際することになったそうです。国際結婚は最初は周囲に反対もあったそうですが、事務所の先輩の小泉京子さんに相談し後押しをしてもらったそうです。永山陽子に子供は？永山陽子さんに子供は1人。結婚翌年の2010年8月19日に出産しています。子供の性別は娘、 2750g だったそうです。永山陽子さんが出産した年齢は42歳。結婚のちょうど1年後の2010年4月6日に永山陽子さんはブログで、正直少し不安もありますが、同じアラフォー世代の女性たちへ私なりに心強いメッセージがを届けてこればと妊娠5ヶ月であることを公表しました。永山陽子さんは出産の2日後にブログで、本当に本当に大変なお産でした、
たくさんの皆さんからのコメントでとても励みになり、パワーをいただき、帝王切開にもならずに乗り越えることができました。心からありがとうございましたと綴りました。2018年7月にメレンゲの気持ちに出演した際に、娘はインターナショナルスクールに通っており、夫とは英語、永山陽子さんとは日本語で話しているとコメントしています。永山陽子の離婚・逮捕の関連ワードの理由は、永山陽子と検索すると離婚・逮捕の関連ワードが出てきます。なぜ離婚・逮捕のキーワードが出てくるのかと調べてみると、2015年にフライデーって書かれた薬物使用疑惑のある芸能人一人に演歌歌手ニューヨークとあり、これが永山陽子さんではないかとネットで噂されしまったようです。離婚のキーワードについては、永山陽子さんの夫のマーク・スミスさんに離婚歴があるのではないかと噂があったようです。しかしどちらの噂も噂だけで何の根拠もないようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。